天井が平らな状態を保っているということは、この洞窟が誕生して以来常に水で満たされていたことの証だという。洞窟を満たす豊かな水、その水源はどこなのか、水を採取して同位体を分析した。その結果、標高2000メートルの地点が水源であることが明らかになった。地下水のですね、力と恵みを今回の調査で実感しました。